はい、こんにちは。速稼塾の久保です。花梨央さん、今日はいかがお過ごしでしょうか。現在ですね、4時48分ですね。目が覚めて随分気合が入ってきました。リボビタンクリアで今日も元気にいきましょうか。一発みたいな感じですよね。で今回ですね、花梨央さん、ミスター M さんと山根さんとの対談をするんだったらみたいなね、仮定でお話をさせていただきました、お話をしていただきましたけども、そういう日が来るといいですね。来年はやりましょうね。私ね、ズームをどんどん使っていこうかと思いまして、今いろんな対談を組んでるところなんですよね。で今ね、松潤さんと山根さんをマッチング、私のズームの部屋でねマッチングして、それも1月20日あるんだ。それと他にミスター M さんと山根さん、これをねズームライブで1月のどっかに12日ぐらいにできないかなと思ってるんですけどね。楽しみにしてください。花梨央さんともぶつけていきたいと思います。はい、それで、ね、今回はね、花梨央さんがね、この1年間これは困ったぞみたいな、そんなねコンサル生さん、塾生さん、メンバーさんがいらっしゃったら、その話をねしていただきたいと思います。これはね、迷惑で困ったなってことよりも、あ、自分にはこれに対する対応能力がちょっとなかったなってことで、気づきとしてね、だから塾生さんとかメンバーさんが迷惑って考え方じゃなくて、あ、これに対しては自分は対応十分できる能力なかったな、よし、気づきを得たぞみたいな、そんなね前向きなことがありましたら、ちょっと聞いてみたいなと思ってるんですよね。で私はですね、これ最近なんですけども、断ることに電話をかけてくる人がいるんですよね。で私最初の1回は一応電話出るんですよ。で、電話はお互いの時間が無駄になっちゃうんでしないようにしましょうと。でインターネットで稼いでいくビジネスするときに電話をするっていう旧時代的なことをやっているようだったら、もうこれ稼げないんで、それはね波紋になるんですよね。電話ってやっぱりね、相手の都合を考えない身勝手な人がやると思うんですよ。全て特に私みたいにね、こうやって動画を撮ってるとね、動画の撮影中にも電話かかって中断するってことが結構あるのをそのまま流してますけども、やっぱ相手のことを考えて電話をするっていうのは、相手が今ね運転中なのか、ご飯を食べてるのか、誰かと楽しく会話してるのか、仕事をしてるのか、全くわからない状態でこっちが手が空いたからかけるわけじゃないですか。だからそれはやっぱりね、ビジネスしてる人間としてはダメだなと思うんですよ。もちろん電話以外の連絡方法がなかった時代はしょうがないんですけども、もうメールが生まれてねだいぶになりますし、 SNS でもいいわけですから。で一方して電話はできる時間帯ありますかみたいなことだったらまだいいんですけども、それでも電話ってのはね、他のことができなくなっちゃうという意味で絶対にするべきではないですね。人生の時間を大切にする人は電話を1秒でもかけるべきではないと思ってますね。いろいろとね申し上げましたけども、私のスタンスはそれなんですよ。速稼塾では電話は全部解約とこのもうスマートフォンは電話を、会話をするためではないよと、音声会話のためじゃないよってことなんですよね。家族とか恋人同士の電話はね、それはそれで必要かもしれませんけどね、効率を考えないようなコミュニケーションですから、あれはだからいいと思いますけど、そうですね。生徒さんを複数抱えると一人の人が独占はできないっていうふうに生徒さんには理解していただく必要があるのかなと思いますよね。ほとんどの方はねそんなこと言わなくてもできてますんで、非常にありがたいというかね、当たり前といえば当たり前なんですけども。ということで、私のちょっと身近な例を申し上げましたけども、花梨央さんはいかがだったでしょうか。これはちょっと対応できてないなと、厳しくいかないといけないなとかね、もしくは自分の力をつけないといけないなと、いろいろあると思いますけども、そんなことがありましたら、ぜひね、ここで、お話しいただければと思います。それではよろしくお願いします。